はいそれではですね、時間が過ぎております。帝国となりましたので、始めさせていただきます。皆様、本日は特にリアル会場の方はですね、お足元が大変悪い中、ご足労いただきましてありがとうございます。日本橋にあります、ライフサイエンスハブとですね、オンラインのハイブリッドで開催をさせていただきます。本日のイベントはですね、特許庁るリンク J、ライフサイエンス知財の学びシリーズ、知財、権利、取得と活用の期も第1回となります。 キックオフ、知財の学びを成長につなげる全体俯瞰編となりますが、こちらご参加いただきましてありがとうございます。新興のリンク J 堺でございます。本日のイベントはですね、リンク J が新しく立ち上げたイベントシリーズとなります。特許庁をかけるリンク J シリーズとしまして、本日1回目になるんですけれども、今後も継続開催をしてまいります。本日はですね、こちらあの画面で出ますプログラムに沿って進めてまいります。 全体としてはリアル会場の方は2時間弱ほどのプログラムとなります。各公演中には、ウェビナーの方はですね、Q&A 常に受け付けておりますので、こちらで随時ですね、ご質問をご投稿いただきますようお願いいたします。リアル会場の皆様は、18時半から予定されているネットワーキングタイムでも、あの直接ですね、ご説明、ご質問をいただくことができるんですけれども、もしあの質問、パネルディスカッション中にですね、今聞きたいということがありましたら、挙手をいただければマイクをお渡しいたします。 リンクジェカラ2つお願いです。1つ目なんですけれども、セミナーの撮影でしたり、ロックオンはご遠慮いただきますよ、うお願いいたします。また2つ目ですねあの、こちらのシリーズ、今後も継続してまいりますが、皆様の声を次回以降に反映したいので、アンケートぜひご協力をいただけますよ、うお願いいたします。それではですね、早速、講演のご案内に移らさせていただきます。まずはじめに、ライフサイエンスにおける知財戦略の意義と題しまして、独立行政法人、 工業所有権情報研修館知財活用支援センター長の岩谷和夫様にご講演いただきます岩谷様よろしくお願いいたします資論の準備ができましたらご講演を開始いただきます それではよろしくお願いいたします。はい、あのご紹介ありがとうございました。えー、っと、えー、工業集県情報研修館の岩谷と申します。なんかあの組織名が漢字ばっかりでなんだこの組織みたいな。えー、っとインピットと呼ばれてますので、あのぜひインピットと、えー、覚えていただければなと思います。それからあのインピットというとですね、あのジプラットパッドというのはあのよくあの皆さん使われることあるんじゃないかなと思います。あれをあの運営しているサービス提供しているのがあ我々インピットです。 あと、インピットをですねえと平成13年にまあ設置されましてえ大体100名ぐらいえと契約職員も100名ぐらいいますのでえざっと200名ぐらいの規模でえーサービスを展開しておりますで事務所としましてはあの神谷町にえー本部がございますあと関西にもですねあのグランフロントの中に関西出張所が入るという形でえ運営をしております でえー、とインピットですねあの、大きく3つの,あの、えー、と施策、サービスからなっておりまして、1本目があ冒頭申しました J プラットパッド、2つ目があの私が担当しております、一大活用支援センターということで、これは権利の取得と戦略的支援、活用の支援って書いてありますけど、まあ、要するに中小とかベンチャー、まあ、大学も含めて、えー、実際に支援をさせていたアドバイスさせていただくというようなところとなっております。 それから3つ目がまあ人材育成とということになっておりますであのほとんどの人はです、ね、インピットっていう言葉知らないかなと思う上にインピットってこの第2の柱のアドバイス支援してたんだみたいなところ、えー、ぜひですねあの今日ここが一番のポイントですのであの覚えて帰って頂ければと思います、えー、とちなみに J プラットパッドはさすが、ね、で2億6千万回以上年間アクセス頂い,いてます それから先ほど申しました私の第2の柱の支援のところですけど、ここは全国に時代総合支援窓口、これまた後でのセッションで詳しく説明しますけど、窓口を置いてまして、12万件の相談に対応させていただいております。大体3万社ぐらいの方にご利用いただいております。それから第3の柱 えと人材育成ですけど、これはあのオンラインでえだけじゃない、リアルもありますけども、サービスを、教材を提供しておりまして、IPE プラットという名前なんですけど、22万人以上の方が年間ご利用いただいていると、地味に規模としては、数字としては大きいんじゃないかなと思います。前置きはこのぐらいにしましまてえ 今日ののメインのところに入らせていただきますいません、えーっと、自己紹介遅れました。あの私、もともと、まあ、特許庁で機械の審査をやっておりまして、でえー、医,医療とかあのバイオとかですねあの技術的には全くポンチン感なので、えー、今日もし質問あっても、そういう点はぜひ質問しないでいただけると助かります。ただ一方で、あの自分が機械の審査官だったこともあって、 むしろ外から見て、この医療とかバイオっていう分野、本当に特殊なんだなと、えー、痛感しております。おそらく、あの他の電気とか電子とかいろんな分野ありますけど、医療は本当に独特で、えーと、普通の資材戦略とはかなり違うところがあるなというふうに思っております。はい、で、まずあの最初にですね、えーあ、すみません、あと今日あの知財の話ですけども、あの法律的な難しい話は一切出てきません。 緩くあの進めさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします、はいでえーと。まず医療分野の特徴なんですけど、あの医療シーズを実用化するためには、まあ、必ず企業の手を通さないと、薬事承認との関係もありますんで、えー、無理だと。で、えーと、企業が大学と一緒にやらなきゃいけない領域っていうのが、他の分野に比べてかなり多いです。 えー、つまり、えー、と基礎研究はアカデミアでやって実用化のエリア、えー、最後のタイミングか早いタイミングかの違いで必ず企業は入るあとまあ最近はあご自身でベンチャー立ち上げてとかベンチャーにライセンスしてというようなことあると思いますけどいずれにしても企業が入らないとせっかくのシーズが患者さんに届かないっていう、えー、産業構造となってます、えー、なので医療分野における知財戦略っていうのは 知財っていうとなんとなく独占してとか事業領域守ってとかそういうことを思うかもしれません、まあ実際そう,そうはそうなんですけどこの分野に限って言えばいかにあの、えー、きちんとしたシーズを実用化するでそれを患者さんに届ける、えー、そのための潤滑剤となるツールが知財であり知財戦略であると,、えー、と外から見るとこういう産業構造に、えー、と見えるかなと思います。でえー、とただですね、 こういう構造で、えー、と企業の参入が、まあ、必要とで、プラスですね医療の分野って実用化までのスパンがすごく長い、例えばスマホなんかだったら1年に 2,、まあ、2年ぐらいで新製品出ます、車でも4、5年で新車開発しますけど、医療の分野だと下手すると20年とか基礎研究からだと30年近くかかっちゃうようなこともあって、えー、つまり投資期間が極めて長い、赤字期間が極めて長いという特徴があります。だから、えー、と短い期間でガッと回収していく必要があります。 で回収するために企業をどうするかというと、これも特許です、ご案内のとおり、ここに特許がきちんとないと回収できません。つまり逆に言えば、特許がないとどんなにいいシーズンでも企業は手を出せない、出しづらいという構造になっていて、つまり特許がないと先ほど言ったシーズは患者に届かないという構造になっています。けども あのよく大学の先生は、えー、知財って特許だと思ってる、あ独占だと思っているので、えー、とそんな独占は認めるべき,べきじゃないっておっしゃる方いらっしゃるんですけどで、論文発表すれば、誰かがこれ実用化してくれるだろうってよく聞くんですけど、これ、特許なしに誰かが実用化してるくれるだろうと思ってる間は、誰も実用化してくれません。必ずやっぱり、えー、と企業が入って資金回収できるような構造にしとかないとダメだという、えーえー、ことだと思っております。 はいでえー、とその上で,です、ね、さらに、えーえー、難しいことに、えーと、医療分野っていうのは1件の特許の重みがあ違うんですね。これちょっとまた後で説明します。で、えー、そうかそうかとあの、特許を取ればいいのかと、えー、ここまでの話で、えー、なります。そうすると、えー、と例えばですねあ、ちょうどバイオマーカーに関する論文をまとめてたので、ちょっとそれで早めに出願してみようとか。 あと診断薬としてバイオマーカー使えばこれ重要な特許になるぞみたいなで出願してしまうとですねこれ企業サイドから見るとせっかくバイオマーカーあるんだからそこを掘り下げていけば治療薬になるのにとかあとよくあるのが論文を使って出願されてしまう先生が多くてそうすると論文って当然データの塊ですから特許出願に不要な細かいデータまで書かれていて。 何て言うんでしょうね、えー、と営業秘密的な秘密情報として本来手元に持っておくようなものまで出願しちゃってるとか公開しちゃってるとかなので、えー、とすいません大学で作られる特許ってなかなか、えー、と企業の目から見るときちんと,業、えー、と事業に使えるような特許にするのは非常に難しいという感じとなっておりますで、えー、先ほど申しましたこの分野の一件の重みの特徴ですけども正直言ってですねスマホ あれ皆さんお持ちだと思いますけどあの中にどのくらいの特許が含まれていると思います ?10 件か100件か1000件か。 3万件とか4万件とか、もしかしたらもっと多いかもしれませんけど、そのぐらいの特許の束で作られています。これ結局通信方法から始まって、ディスプレイ、CPU だ、なんだかんだっていっぱいあってそこ、それぞれにたくさんの特許があるので、えー、と製品としてものすごい数の特許が使われています。で、一方で、えー、と医薬分野は、まあ、古くは物質特許、科、えー、学ですね、それから、まあえー、と目的遺伝子、それから、まあ、プラスアルファ製剤、えー、とか、 まあ、デリバリーシステムのあたりとか培養、まあ、とか、まあ、その辺はあのモダリティによって変わってくると思いますけどいずれにしてもそれほど多い特許で構成されてませんつまり1件のコア特許の成立に失敗するとリカバリーが効かないっていうのがこの分野の大きな特徴です例えばスマホだと多少1件2件失敗したとしてもその後結局特許の束が何万件もある中で回避技術っていうかその改良技術っていうか いいうかそういうかそのは考えうるんですだから特許1件2件つくの失敗しても後からリカバリー効くんですけど医薬分野はその1件失敗するともうリカバリー効かなくなる可能性があるとここはすごい難しいところだなと、えー、思っております。はいでよし分かったとじゃあ使える特許取ればいいんでしょと知財、えー、の専門家ですね、えー、使える特許、えー、というとですねやろうとしている事業を想定して権利範囲を検討しましょう。 将来の事業の広がりもカバーできるようにしましょう、えー、なるべく広い権利を確保しましょう、えー、公開する部分と秘密にする部分を分けましょうなどなどざーっと言うんですけど、これ言うは簡単で、こんなのできません。なぜなら、やろうとしている事業を想定して、まあ、ちょっと大学視点で話しちゃいますけど、大学って事業やってないわけですから、事業目線で権利範囲検討しましょうと言っても、そんなの無理に決まってます。それから 将来の事業の広がりもカバーできるように言って、いや、これからスタートアップを作って事業を始めようとしているのに、そんな将来のことなんか分かりません。もう足元で精一杯ですと、えー、いうことが多いと思います。なので、言うは安し、行うは形という、えー、ことがあると。使える特許ってそんなに簡単に取れるもんじゃあないと思います。で、じゃあどうしようかというとこなんですけど、 冒頭で3本のラインをお示ししました、割と類似してますけど、研究で成果が得られて特許を作りましょうというときに、ルートとしてはご自分で、あるいはベンチャーとかで作られて、大学発ベンチャーみたいな形。 あるいは自分で特許を作ったやつを企業にライセンスしていく形。それからもう一つは、早いタイミングで企業と共同研究しながら特許を作っていく形。多分この3パターンが主なルートだと思うんですけど、上のベンチャールートとライセンスルートは、これ残念ながら自分で特許を作らざるを得ません。なので、これ自分で頑張るしかない。なので、いうことで、えーとまあ、便利士の方とか大学のサポート機関、まあ、あるいはインピットに聞いていただいても、えーえー、と支援できると思いますけど、 いずれにしても自分で頑張っていくしかないという、えー、割と茨なルートとなってしまいます。で、一方で、えーと、ルートに一番下ですけど、企業と共同研究を早いタイミングで行って、一緒に特許を作っていけば、そこには企業目線が入ってきますから、さっきの事業の観点とか、そういう観点から特許の作り込みがあしやすくなる、えー、みたいなことが考えられます。ただし、当然ですけど、それぞれのルートでメリット、デメリットはかなりあって、えー、っと、 結局ですね、えっと、ルート3、ご自分でベンチャーやるのは、えっと、自分でやるんですごい自由度高くなってきます。で先ほどの企業と早期に共同研究するとなると特許が共有特許になってしまうので自分の一存でその特許の処分とかライセンスとかができなくなってくるというあの制約がかかります。なので どのルートを取るのかっていうのはよくよく考える必要があるというところでございます。ごめんなさい、どういうのがどのルートがいいとは、えー、っとちょっと言え,、えー、言えないんですけどあの、こういうことを考えていく必要があるということでご理解ください。はい、で、えーっとまあ、特許を取りましたと、でもそれだけでは結局ダメで、えー、ベンチャーにしろ何にしろ事業は起用に乗らないと結局医療は患者に届かないことになります。まあ、あのこの人も随分困っててい、まあ あの事業を載せるために研究開発さらにしなきゃ優れた技術確保しなきゃニーズに入れた製品作んなきゃみたいなところあとライバルだ資金だ顧客だ協力者だ企業価値だいろいろありますで実はこれ左は向かって右半分の資金とか顧客協力者みたいなところって特許って実は有効活用できるエリアなんですなのでちょっとそこをお伝えしようかなと思いますななんとなく特許って取ってて取 自分の事業を守るっていうイメージあると思いますけどそれとは全然違う方が使い方が結構できるというところです。で端的に言うと特許を取ることである程度の信頼信用を得ることができます。それはその企業の製品あ特許取れるぐらいの素晴らしい技術なんだとか、えー、とこの,あの特許があればおそらく将来の事業展開有利になるだろうなとか、えー、そういうあの第三者に対する信用を与えることがある程度できます。 なので、例えば VC と話す時に、えー、ときに特許もなしにうちの技術すごいんですよ、見てくださいって言っても特許取られてますって、多分返ってくるんだと思います。えー、つまり、えー、と資金調達のツールとして、えー、VC だなんだと話すときにですね、まあ、ここにセリフ書いてありますけど特許が取れてるならこれ技術的に信用できそうだな、えー、事業プランにもきちんと特許反映してるな、えー、この特許なら将来にわたって他社の参入はこんなそうだなと、よし、じゃあこれなら投資できるだろうみたいな。 すみませんこんこなうまくいくかとか分かりません分かりませんけどこういうことに使えるということですそれから、えー、顧客や協力者確保のためのツールとして、まあ、例えば似た製品いっぱいある中で同じ似たような製品の中で片方特許があってもう片方特許なかったらどっち買いますっていうことです当然あの消費者心理としては特許買いますよねでそれは多分 B2B の,の,のビジネスにおいても同じような構造になっていて心理的にやっぱり特許を取ると信頼感があると よしこっちかをさらにこの特許があればもっと一緒にじゃあ研究しようかとかそういうことでそういうツールとしても使えるということです。あと一番下は企業価値向上のツールとしてです。これは四季法オンラインで記事で特許って検索かけたら特許を取ったことによって株価がガンと上がりましたみたいな記事逆のもあるんですけど実はいっぱいあります。 つまりあの特許って日常的に企業価値もかなり左右する。あの日本の場合はアメリカなんかに比べてあの特許が企業価値に寄与する割合少ないとか言いますけど少ないながらもでもかなりあるっていうえ特にベンチャーで IP o されたような方はあダイレクトに聞いてくると思いますのでこういうような使い方も特許ってできるんだよっていうことをちょっと覚えていていただければと思います。なので、えー、と特許の効能というかいいといいは 一般的には事業戦略の確保と競争力の確保なんですけどこういう巨額の研究開発費が必要な分野においては資金調達だ顧客だ企業価値向上だっていうあたりのツールとしてぜひ使っていただくんじゃないかなと思ってますでこういうことをすることによって最終的に患者に医療を届けるためのツールとしての時代戦略ということになってくるかと思いますすみませんちょっと時間がなくなってきてしまったので。 少し飛ばさせていただいてこのスライドはえっ、ー、とよくこの分野で特許あまり詳しくない方が落ちりやすいところをピックアップしているので後で資料を見ていただければと思います。えっ、ー、と1点だけ早いタイミングで知財クリアをって一番下に書いてありますけど特許出す出さないと無関係にこれから自分が研究開発あるいは製品化しようとしているやつはぜひ インピットの j プラットパッドはただなので、それを使って他人の特許を侵害してないかぐらい、少し下調べができますのでえ、ぜひお使いください。というのは、これ、あ,のある程度製品までいったところで他人の特許を侵害してるってなると、えー、と損害賠償はもちろんですけど、えー、差し止めされる可能性があります。事業を差し止めされると、もうそこでアウトになってしまいますし、あるいは他の企業とコラボするようなときも、お宅の技術は他社の特許を侵害してませんよね。 とといいうののを聞かれることは大体聞かかれれるるこ大体思いますのでなるべく早いタイミングでやらないと後に行けば行くほどあの他人の、えー、特許を侵害している、えー、時の、えー、損害が大きくなりますので、えー、ちょっとそこだけ覚えておいていただければと思います。であと最後に、えーとまあ、今回、えー、とコロナ時代のというところもあったんですけど、まあ、コロナとかか、えー、わらずですね最近の iPS にしろ何にしろ、えー、その薬というのは一つの なんだろうプロセスじゃなくて多くのプロセスから製品が成り立つ作られるようなあ技術となってます。どういうことかっていうとつまり、えー、とそれぞれのプロセスにそれぞれの特許がありますからだんだん、えー、他のの分野状況に近づいいててきています何が言いたいかっていうとい今までは強い1件の特許に注力してましたけど。 実はそれだけじゃない可能性が出てきてるっていうことを少しご紹介しようと思ってます。で、この構造ですね、実はあの、えっと、半導体製造装置、あれの産業構造に実はよく似ていて、あれもあの、えー、と基板作って、スライスして、磨いて、チップ乗せてっていう、それぞれの工程が独立して連、連携しながら流れていくんですけど、それとによく似てます。で、こういうところはやっぱり他の企業とのエコシステムを作っていくとか、えっ、ー、と、知財クリアランスが大変になってくるとかいうことがあるのと、 あとは、何がこの中で自分の会社、強い特許を持てるのかっていうのをぜひ意識していただきたいと思っていて、当たり前ですけど、代替性のない必須特許っていうのは非常に強いです。で次に多くのものが使う汎用性の高い特許、まあ、必須じゃないけど、より公的な特許みたいなあたりが強い特許なので、で医療はこういう状況であってもなお、代替性のない必須の特許って作りやすい、これやるためには絶対これが必要みたいなのは医療分野ではまだた多分。 他のの分野に比べればあるとと思思うのでぜひそこを意識していいいたただきたいと思いますちなみにあの IT 分野は SEP っていう言葉聞かれたことあるかもしれませんあのスタンダードエッセンシャルパテントっていうんですけど要,要するに代替、えっと、性のない必須の特許にするために技術を標準化した上で,でこの標準技術を使うためにはうちの特許を使わないといけませんっていうのをなんとかしてあのひねり出して作ってるんです。 だけど、医療の場合はそこまでやらなくても、一個一個の技術でそういうことができる可能性があるので、ぜひそういうところを意識していただければと思っております。で、あとはこういう状況ですので、医療分野でも前の方に申しました、少ない特許で守る戦略じゃなくて、いわゆるオープンクローズ戦略が使えるようになってくるんじゃないかなと思います。で、時間もないところもありますし、あんまりそこに踏み込むと1時間ぐらいかかっちゃうので、最後にこのスライド。 えと右上が、えー、と今までの多分医療分野の一般的なあ知財戦略、えーまあ、いくつかの知財のポートフォリオで城壁を作ってあとは内側に営業秘密みたいな秘密情報のエリアを作って、えー、城壁を作るで外からの侵入を防ぐというやり方で、えー、もう少し進んできて、まあ、アカデミアは多分これあぴったり合うと思うんですけどハブになる知的財産が作れればそこにあの、えー、エコシステムを作っていくというやり方。 で、えー、下がいわゆるオープンクローズのやり方。えーまあ、これをどれを選んでいくかはも、まあも、本当にモダリティとかそういうので、えー、センサー万別になってくるかなと、えー、思います、はい。あと、最後に参考ですけど、これ、おそらくこれがあの基本特許じゃないかなと思いましたので、えー、ちょっと、えー、MRNA の、えー、参考までに、えー、アメリカではこんな権利取,取ってますみたいなところまで、えー、ご紹介させていただきます。すいません。あのちょっと時間 え予定よりオーバーしましたけれども、えー、と私からの発表は以上ですご講演ありがとうございましたそれでは続いてのご講演のご紹介に移らさせていただきます続きましてはライフサイエンス分野における経営戦略と知財戦略と題しまして株式会社シクロハイジア代表取締役 CEO 大阪大学オープンイノベーション機構特任教授の小林誠様にご講演いただきますよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、ご紹介にあずかりましたシクロハイジアの小林誠と申しますちょっとだけ自己紹介の方をさせていただきますと弊社シクロハイジアですね、えー、知的財産を核としながら 知的財産情報というのをですね、活用しながら、経営、事業戦略のコンサルティングの方を提供させていただいております。でまたその他ですね、大阪大学であったりですとか、KIT 虎ノ門大学院であったりですとかあ、といったところでですね、大学における教鞭を取らせていただいております。でですね。 えと実はあのちょっとした紹介なんですけれども先ほど岩谷さんの方からもありましたけれどもインピットさんの方で提供されている IPE プラットですとかそれから特許庁さんの方で提供されているスタートアップ向けのですね IP ベースといったウェブサイトがあるんですけれどもそこにあの本日の私の方の話に近い 講演内容がです、ね、短い動画でアップされていますので関心ある方は見ていただければと思っておりますではです、ね、最初に少し知財関係者以外の方に向けてというところもあるんですけれどもこれはアマゾンの創業者であり今、退任されたので元 CEO となりますけれどもジェフ・ベゾスさんの退任にあたっての言葉です。 彼がアマゾンを去るにあたってアマゾンの全従業員に出したメールの抜粋になります。「親愛なるアマゾニアンたちへ」というタイトルなんですけれどもアマゾンがなぜ大きな成功を収めたのかその成功要因の第一としてですね発明ですって言ってるんですね。発明こそが私たちの成功の根源です。私たちはクレイジーなことを一緒にやってそれを普通のことにしてきました。 アマゾンと発明って結びつかない方たくさんいらっしゃるかもしれませんけれども例えばですね皆さん Amazon で買い物したことあるかもしれませんがカスタマーレビューであったりですとかワンクリックで購入できるようなシステムだったりですとかパーソナライズドされたようなレコメンド機能であったりあれみんな実は IT テクノロジーによってですね提供されているわけです。 それら一つ一つのサービスというのが実はテクノロジーによって裏打ちされていてそれらがすべて発明であり特許なども取られているとで退任にあたってですね発明する力を誇りに思っていただきたい発明を続けてくださいそして締めにはですね最初はクレイジーに見えても絶望しないでさまようことを忘れないで好奇心をらしんまに今日もまだデイワンですと。 非常にいい言葉だなと思っていて一つはです、ね、まずこれは、えー、あらゆる業種において知財は重要であるということライフサイエンス業界においては特に重要なんですけれどもそれ以外の産業においてもです、ね、改めて今、発明、知財、えー、こういったところがです、ね、重視されつつありますそして2点目はです、ね、スタートアップとしての心構えです。 最初はもしかすると新しい技術それが実用できるかどうか分からない難しいかもしれない最初は人から見ればクレイジーに見られてしまうかもしれないでもそれらに好奇心を持ってチャレンジしていくことでそれが普通のことになっていくいわゆるライフサイエンスの世界で言えば社会実装されていくそういったことにつながっていくのかなと思って紹介させていただきました でですね、そういったじゃあ今度は発明の成果っていうのが企業価値企業経営においてどのように現れてくるのかというところでこれは企業価値をつくる知的財産と赤文字で書かせていただいておりますけれども通常のですねファイナンス会計の考え方で言えば 上のグレーと青の部分でですね、純資産と呼ばれるところが、えー、まあ総資産、純資産と呼ばれるようなところがですね、えー、まあ基本的には企業の価値であるというように考えられますし、上場企業においてはこれにですね、えー、まあのれん等も含めて、えー、まあ株式時価総額という形で表されるんですけれども、実はですね、 えー、皆さんの企業で、えー、特許出願された、権利化された発明というのは、この財務諸表の中にはなかなか載ってこない性質のものになります、えー。どれだけ研究開発費をかけても、どれだけ知財にお金をかけて権利化をしたとしても、ですね、えー、財務諸表の中に資産としては計上基本的に計上されないというように考えてください。そうすると、実は財務諸表の中で現れていない部分。 いわゆる、まあ、母外の無形資産オフバランスと呼びますけれどもここにです、ね、特許ですとか技術ノウハウそれから仕掛かり研究開発のデータだったりですとか、えー、商標ブランド顧客リレーションなんかも含めてですね、えーまあ、目に見えないこういった無形の資産の価値があるというように考えられます。 ですので、すの本来企業としてです、ね、評価されるべきところは実は右側の黒い矢印のところ全体を評価して考えるべきだと思っています。そして特にライフサイエンス業界ライフサイエンスに携わる企業にとってはです、ね、この企業価値というのがニアリーイコール知財の価値といってもおかしくないのではないかというように考えております。 では、ライフサイエンス分野における経営戦略と知財戦略というところで、これまでイントロという形になりますけれども、まず経営戦略ですね、このピラミッド、上から申しますと、当然、会社全体、企業全体を統括する戦略があって、大きな会社様になりますと、事業戦略、セグメントごとにそれぞれあるかと思います。 でそしてそれを支えるコーポレート機能としてですね、えー、機能戦略があるとで、これを知財戦略の方に照らして考えますと、機能戦略としての知財戦略は、やはり通常の出願・権利化の業務というベーシックな知財管理のところになってくるかと思います。 またですね、じゃあ事業戦略に貢献できる知財って何かと考えれば、それはまさにビジネスでその知財が活用できるかどうか、そういった視点が重要になってきます。この事業戦略に資する知財の貢献の在り方であったりですとか、この事業戦略に資する知財、 それはです、ね、今、知財業界においては、まあ、IP ランドスケープというような考え方で,です、ね、今、非常に多くの企業様で注目されているものです。 経営戦略という意味ではです、ね、一番上のところで、これは上場企業様に関する部分ですけれども、昨年2021年の6月に、日本の上場企業のコーポレートガバナンスコードと呼ばれるです、ね、企業運営の規範になるようなガイドラインに近いものがです、ね、出されておるんですけれども、そこにです、ね、初めて知財という文言が入ってきました。 1>, 1つは上場企業における経営者がきちんと知財に関する投資に関して管理監督しなさいというようなところ2点目はその企業戦略事業戦略と整合した形で知財投資がなされているのかどうか。 それをですね、きちんとステークホルダーに対しても開示をしていくべきだというような2つの観点がですね、盛り込まれましてそれは個別の事業というよりも会社として取り組むべき姿勢ということでですね知財ガバナンスと呼ばれておりますけれども非常に重要な位置づけになってきております先ほどですね、岩谷様の方の話でライフサイエンスは非常に足が長いと。 事業化されるまですごく長い時間がかかるのが特徴だというようにおっしゃっていました。まさにその通りでですね、例えば今、企業戦略を考えよう、事業戦略を考えようといった際に、来年、再来年になかなかライフサイエンス業界において新しい製品を打ち出していくというのは難しい話だと思っています。そうしますと、やはり中長期的な将来の目標というのをしっかりと定めてですね、 そこに対してどのような戦略が必要なのか目的を達成するためにバックキャストでの考え方が必要になってくるかと思います。これ特にですねライフサイエンスにおいてはまた研究開発であったり知財に関しては非常に重要な視点でですね例えば今出願をしましたとその出願した権利が明日お金になるわけではありませんと。 やはりその知財が実際にビジネスで使われるお金を生んでいくという時期を考えれば5年10年下手するともっと先の時期になるわけですそうすると5年10年先もっと先を見据えた形でですねそこに対して活用できる知財というのを意識していく必要があろうかと思っています これ実は、ライフサイエンスに限らず昨今の経営戦略、事業戦略において重要な考え方にもつながってきてですね、昔はですね、現状を分析してそこからの課題を深掘りしてそれを解決していくそれが戦略だというような形でですね、企業様においても我々コンサルにおいてもそのようなやり方が。 通常だったんですけれども、今のように不確実性が高い時代になりますと、もうそれでは間に合わないといちいち深掘りしていっているだけでは、ですね世の中の自流に合わなくなってしまう大きなビジネスが生まれないと、そうなると、やはり将来のあるべき姿というのを想定して、ですねそこからバックキャストでしっかりと戦略を考えていこうと。 その際には、やはり事業における戦略、それから技術だったり、知財だったりの戦略、中長期での考え方が重要になってきます。でここで申し上げたいのはです、ねえー、下の枠囲みのところで、知財は今のビジネスのためではなく、将来のビジネスのために必要な資産であり、投資であるというように考えていただければと思います。よくです、ねえー、特許にかかる費用が高い。 ですとか海外出願するとお金がかかるからちょっと出せないですとかというようなコストとして捉えてしまうことが多いですでも一方で研究開発にはお金を使っているわけですよねそれって投資ですよね将来に対する知財も一緒でそこに投資をしておかないと将来先ほどの話お話のようにですねコアとなる権利を持てない。 基本特許になるようなものが持てなくなってしまって、結果、ビジネスがうまくなっあのいかなくなってしまうということになりますので、これはです、ね、将来のビジネスのために必要な資産であり、投資なんだというように考えていただければと思います。 そこでの戦略構築のあり方というところですけれども、これはですね、ライフサイエンスに限らずっていうようなことで、一般論として言えることかと思いますけれども、やはり最初に考えるべきは、ビジネス上の戦略、顧客に対して、どういった価値を訴求していくのかといったことを想定すべきです。 もちろんですね、研究開発の中から新しい成果が生まれてですね世の中を変えていくということは往々にしてありますしそれを否定するつもりはありませんけれども企業経営というようなところにおいてはまた特にスタートアップとかにおいてはですねやはりこの新しいビジネス新しいライフサイエンスにおける製品サービスが顧客に対してもしくは患者さんに対してどのような価値を訴求するのかそこを起点に考えていただいてですね ビジネスモデルを組み、強みを明確化し、知財戦略を作って、そこには他社との連携であったりですとか、外部専門家との活用なども踏まえて、ロードマップを具体的にしていくと、これを常に繰り返していくことで,です、ね、よりビジネスモデルと知財戦略が合致した強い事業になっていくのかなというように考えております。 資材って言うと難しく聞こえるかもしれませんけれども会社さんにおけるまあ特徴であったりですとか強みというようなものだと捉えていただいた方がよろしいかなと思いますその際に先ほどご紹介した IP ランドスケープという考え方なんですけれどもこれ上のです、ね、公開情報と非公開情報と書いているところ今までの戦略論でいうとこの2つしか使ってきませんでした 公開情報でいうとどんなマーケットなのかそしてどんなビジネスをやるのかまた競合がどんなビジネスをやってるのかっていう観点それから自分の会社を振り返ってみれば自分の会社の戦略の方向性ってまず1点目どうなっているのかそれから自分たちの強みとなるようなものって何なのかというところをですね考えて戦略を作っていました。 ここではですね、実は今まで、地材に関する情報っていうのは、ほとんど使われてこなかったんですね。一方で、この従来の戦略立案構築においてですね、活用されてこなかった地材情報って、実はグローバルで公開されている、重要かつ無料で取得できるデータです。 そうすると、これってまあ企業がですねどんな研究開発をやっていて、どういう方向に進んでいきそうなのかというのを知る上で、非常に重要な情報となりますので、これを戦略に組み込まない手はないと。なので、従来の戦略論に対して、知財情報も加えて考えていきましょうというのが IP ランドスケープという考え方です。 それをやることによってですね上に書かせていただいている一つは将来展望市場だったり技術の動向がある程度分かってきますとそれから研究開発においての無駄がなくなりますと研究開発したせっかくの発明がですね権利取れなかったとか他社と同じような研究しちゃってたそうすると R&D 費が無駄になってしまいますのでいかに自分たちがどの領域でどういう特許を抑えるべきなのか そこに必要な研究開発ってどういうテーマなのかそういったことを考えると効率的な事業展開につながってきます。またですね特許の情報を使って適切なパートナー選定なんかも可能です。自分たちの技術に関心がありそうな企業ってどこなのかであったりですとか逆に自分たちの技,術の技術として足りない部分はどこなのかどういった企業がその特許を持っているのか技術を持っているのか それをですすね、グローバルから探すことができる。これはですねその辺のマッチングイベントに行って50社100社出る,あの出るところにですね行ってマッチングを考えるよりも全然大きなポートフォリオでグローバルで考えられるわけですから具体的にどんな技術特許を持っているのかっていうのも見えるわけですから非常に有益な情報となります。 でですね、医薬分野の主な知財先ほど岩谷様の方からです、ね、ご紹介いただいた通りなんですけれども、やはりです、ね、例えば、医薬品の特許になりますと、一定の少ない数の特許で、その製品をカバーできる、つまり1件の特許の価値が大きくなるというのが特徴だと思います。 それに対して左側です、ね、画面左側の医療機器に関しては、やはりいろんな技術が必要になってくるので、医薬品と比べるとちょっと複雑な状況になろうかと思います。これは時間軸のところで,です、ね、やはり研究開発を行って、非臨床、プレクリニカルをやって、臨床試験をやって、承認して,してもらってで、初めて販売される。 それを考えると、この赤の矢印ですね、えー、上司して初めて売り出される、この期間をしっかりと取れるかどうかというのがですね、重要で、ここで知財による保護ですとか、知財活用ができるようにしておくということが重要になってきます。 でですね、それからよくある勘違いとして結構スタートアップの方々ですと特許取ったから大丈夫とかっていうような考えに陥りがちなんですね一方で1、まあ、件の特許で全てカバーできるかというとそれはなかなか難しくてですね改良の特許であったりですとかというのも含めてですねいくつかのポートフォリオいくつかの出願でポートフォリオを作っていく必要があります。 例えばですね、右側、リード看護物の段階で何らかの特許を取りましたと、一方で研究開発を進めていって最終製品になったときに、本当にそれが自分たちの取得した特許の権利範囲に含まれているのかどうかえ、ずれてしまっていないかどうか、そういった確認も必要になってきます。でですね、これはあ,のあくまでもイメージ図なんですけれども、縦軸を不確実性、横軸 複雑性というようなものを取った時にですね例えば従来の低分子薬品とかですと左下の辺りに行くんですけれども世の中どんどん右側の方向に動いてきてます抗体医薬ができ遺伝子治療だったり再生治あの医療だったりが生まれてきて最近のメッセンジャー RNA 型のワクチンだったりゲノム創薬だったりというようなところになればこれ今までは本当に 数件の特許ででカバーできたものがですねより複雑化していきますでまたですね医療機器で言ってもお、まあ、新しい医療機器が出てきたりですとかデジタルヘルスデジタルセラピューティクスといったような新しいモダリティも出てきていますのでそうなるとですね、えーまあ、先ほどのスマホほどではないですけれどもやはり関わりのある技術特許というのが増えてきてしまうと。 そうすると、やはり他社のですね特許件数も増えてくるので、じゃあそこを侵害しないように、自分たちの強みをしっかりと守れるようにというようなことをです、ね、戦略的に考えて実行していく必要があります。最後、ですねちょっとした事例紹介として、ライフサイエンス業界では非常に有名な企業様、ペプチドリームに関して紹介して終わりたいと思います。 ペプチドリームさん、今、株式時価総額2000億前後ですかね、非常にあの高い価値がつけられておりますけれども、東大発のほうのです、ね、ベンチャーで2006年に設立されましたと、でここではです、ね、この企業様は3つのコア技術というのをベースにしながらです、ね、複数の知財を取得して成り立っている企業様です。 事業の方針としては研究結果を収益へと結びつけるビジネスモデルというのを意識されているとつまり技術的なものだけではなくてですねむしろ研究成果をきちんと収益につなげるためのビジネスモデルをしっかりと考えて事業運営をされていらっしゃるというようなところ2点目は知財戦略として個別の特許をまとめ上げてビジネス化できるプラットフォームにしているという点です。 一軒一軒の特許だとカバーしきれないところをです、ね、やはり複数の特許をまとめ上げてプラットフォーム化している点これがこの企業の強みとなっています。 またですね、もともと東大発というところもありますけれども大学の TLO との包括的な連携等もされてですね、新しいシーズンであったりですとかというのもどんどん追加しているというようなことで大学との連携というのもですね、今後ますます重要になってくるかと考えています。 さらにですね、活動の変遷としては、創薬開発を成し遂げるために独自のビジネスモデルを構築したと。これはですね、独自のビジネスモデルを構築しても、知財がなければやはりカバーできないわけですね。ですので、まさに事業と知財と両方一体となった戦略、ビジネスモデルを構築されている点がですね、いわゆるプラットフォーマーとなり得た要因かと思っています。 結果として、知財の活用、何がなされたのかと申しますと、世界有数のメガファーマーと対等なアライアンスを締結できたと、やはりですね、スタートアップと大企業ではどうしてもこうパワーバランス、交渉における力関係というのが出てくるんですけれども、一方で、知財を取得しておくことによって、ですね、こういったグローバルでのメガファーマーに対しても、 対等な形で交渉してビジネスができるといった点もです、ね知財が、知財の力といいますか、重要になってくる点かと思っております。はい、すみません、ちょっと時間オーバーしてしまいましたけれども、私の方以上でございます。どううもありがとうございましたそれではです、ね、最後の講演枠のご紹介に移らさせていただきます。 続いての講演は、まずは2人目ですね、特許庁におけるスタートアップ大学施策についてと題しまして、特許庁総務部企画調査課、スタートアップ支援係長の大塚美咲様にご講演をいただきます。その後にですね、続いて、インピットにおけるスタートアップ大学施策についてですね、岩谷様に再度ご登場いただきまして、ご講演をいただく予定としております。 それでは、ご講演よろしくお願いいたします。ご紹介いただきありがとうございます。私の方からは、特許庁がスタートアップや大学に対してどんな支援を行っているのか、ご紹介させていただければと思います。 まずスタートアップの方からですが、スタートアップの経営資源ということで、その特徴として、やはり設備や資金が十分でない中、持っている革新的な技術、アイディア、いわゆる知的財産にあたるものが経営資源といえます。そのようにスタートアップの企業価値が、いわゆる知財に集約しているといえるところを、スタートアップコミュニティにおいて、知財の意識は低いというのが現状でございます。 左側は各業界のスタートアップに創業時の知財意識についてアンケートを取ったところあの赤枠で囲っている例えば医療分野などでは設立前に知財戦略が経営戦略に組み込まれていないと回答したスタートアップが約46%ということでこちらの割合が大きいことがわかります。 右側はスタートアップを資金面で支えるベンチャーキャピタルにおいてそのような知財支援を行える投資家はいるのかどうかアンケートを行ったところそのようなメンバーは組織内にいないと回答したベンチャーキャピタルが約46%ということでスタートアップコミュニティにおいて知財の意識が浸透しているとは言い難いのが現状でございます。 しかしこのような状況を続いてしまいますと、スタートアップが資金調達を受ける際に、ベンチャーキャピタルなどから知財についてチェックをされるということもあり、不十分な知財戦略によって、ベンチャーキャピタルによるその資金調達であったり、エグジットの機会を逃してしまうというような可能性がございます。そこで特許庁では主に2つの事業に取り組んでおります。1つ目は i p a ス s と呼んでいるプログラム、もう1つは IP ベースと呼んでいる事業になります。 まず iPass の方からご紹介させていただきます iPass とはどのようなプログラムかといいますと主に創業期のスタートアップに対して知財メンタリングチームを約5か月間派遣をさせていただきますこの知財メンタリングチームに特徴がございましてベンチャーキャピタル経験者などのビジネスの専門家の方と弁護士、弁理士などの知財の専門家の方々を これらの方をスペアにして派遣をすることでビジネス戦略に連動した知財戦略の構築の支援をさせていただきますこちらのプログラムの成果となっておりますこれまでに支援させていただいたスタートアップ60社そのうちこのプログラム後に資金調達に成功したスタートアップ32社出願された特許の件数は406件エグジットまで行ったスタートアップが2社というような成果が得られております こちらの授業ですが、成果報告、失礼します、事例集という形でも報告させていただいております。これまでに3種類の事例集、公開させていただいておりますが、1つ目はスタートアップが陥りやすい課題について、資材面、ビジネス面、両面から課題と対応策をご紹介したものになります。2つ目の事例集では、iPass というこのプログラムがどのように進んでいくのか、ストーリー風にご紹介したものになります。 3つ目は、このようなプログラムを運営するような自治体の皆様に役立てていただきたい事例集となっておりまして、実際にこのようなプログラムを運営するにあたってのノウハウなどをご紹介させていただいております。こちらのプログラムの最後にはデモデイという形で成果報告会を行っております。実際に支援を受けられたスタートアップ、また派遣された知財メンタリングチームの方々にご登壇をいただいておりますので、こちらもしご興味あれば YouTube からご覧ください。 ここまで i p a ス s についてご紹介をさせていただきましたが、続いては IP ベースについてご紹介をさせていただきます。IP ベースというのは、スタートアップの方や知財専門家の方につながっていただけるようなネットワーク構築の場を提供する事業となっております。まずその事業の中で運営しておりますのは、左上にございます IP ベースポータルサイトになります。こちらのサイトでは、先ほどご紹介したような事例集であったり、 先輩スタートアップまた専門家の方のインタビュー記事を掲載しております。また、こちらのポータルサイトでは実際に知財の専門家を検索していただいたり、定期的に勉強会も開催しておりますので、こちらの案内、ご申し込みなどをこちらのポータルサイトから行っていただけます。また、先ほどのポータルサイト以外ですと、IP ベース主催のセミナー、イベントなどを開催したり、 また、YouTube の方にも IP ベースチャンネルを持っておりますので、こちらがら動画の配信を行っております。また、年に一度 IP ベースアワードという形で、スタートアップなど知財に対して高く評価をされた方々に表彰を行っております。ここまで iPass、IP ベースについてご紹介をさせていただきました。こちらの授業は今年度は試行という形になりますが、簡単にご紹介させていただきます。 そちらがベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣事業というものです。派遣といいますと、先ほどご紹介させていただいた i p a s という事業をこれまで特許庁では行ってまいりました。そちらが右下にございます緑色のスキームになります。知財専門家とビジネス専門家をペアにしてスタートアップに派遣をするという事業です。しかしこのような事業ですと、やはり支援できる数に限りはございます。 そこで今度はベンチャーキャピタルも巻き込んで、この知財支援の輪を広げられないかというのがこちらの授業になっております。今度は特許庁からこの知財専門家をベンチャーキャピタルに派遣をします。ベンチャーキャピタルにはスタートアップのビジネス面について支援をできるキャピタリストの方々がいらっしゃいますので、このキャピタリストの方と派遣された知財専門家が共同してスタートアップを支援するというのがこちらの授業になっております。 この授業を通してベンチャーキャピタルに知財専門家とのネットワークを作っていただいたり、またベンチャーキャピタルに知財支援のノウハウが蓄積されればというのが狙いの一つになっております。こちらの授業は先ほどもあのご紹介したとおり、今年度は施行という形になっておりますが、来年度からはこの派遣するベンチャーキャピタルを公募するような本格実施に向けて準備中でございます。 ここまでスタートアップ支援についてご紹介させていただきましたが、ここから大学支援についてご紹介させていただきます。大学支援については、知財戦略デザイナー派遣事業というものと、外国出願支援についてご紹介させていただきます。まず、知財戦略派遣、失します。知財戦略デザイナー派遣事業ですが、こちらの事業は、知財戦略デザイナーと呼ばれる知財の専門家を大学に派遣をするという事業になっております。 この知財戦略デザイナーの方は、大学の URA などの三角連携担当の方々とチームとなって、研究者の方々と議論を行いながら、案件の発掘、また出願,出願の戦略の策定、またライセンスやスタートアップ設立などの権利,化の,失礼します権利の活用などの,この一連の流れについて助言を行います。 こちらの事業によって、山岳連携担当の方々に、この知財支援のノウハウが共有されることによって、山岳連携機能の強化を図るものになります。こちらの事業の成果となっております。これまでに支援させていただいた大学32大学、出願された特許の件数は198件、締結した共同研究・ライセンス契約は32件、スタートアップの設立は1社というような成果が得られております。 またこちらの授業は、ナレッジ集という形でも公開をさせていただいておりまして、特にこの2021年度のナレッジ集においては、実際に案件の発掘、また出願戦略の策定、また失礼しました、出願戦略の策定など、この一連の流れについて、ノウハウなどをご紹介したものになっておりますので、ぜひ、三角連携担当の方々に読んでいただきたい一冊となっております。 続いては外国出願支援についてになります。実際に外国へ事業を展開するといった場合には、その外国での出願が必須となってきますが、そ,のそこには費用がかかってしまいますので、そこで断念したというような事例も伺います。そこで特許庁では、スタートアップを含む中小企業自身が外国へ出願を行うにあたって、その費用を補助するという事業をこれまでに行ってまいりました。 これに加えて、今年度からスタートアップにおいて事業化を予定しているような事業、すなわちこのような技術を研究している大学における出願についても、今回から補助をさせていただくことになりました。こちらについてもご興味ある方は、ぜひご確認いただけますと幸いです。私からの紹介は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。 それでは最後のご講演ですね。改めてご案内させていただきます。インピットにおけるスタートアップ大学施策につきまして、岩谷様にご講演をいただきます。画面の最終調整をしてご案内しますのでお待ちください。じゃあ、はい。よろしくお願いいたします。はい、すみませんあの。再びインピットの岩谷です。よろしくお願いします。あの私から話聞くよりも、もうあのバーコード貼りましたんであので、これで、あの、 ポータルサイトにアクセスしていただくのが一番早いかなとは思いますがそれだと30秒で講演が終わってしまいますので一応中も簡単にご説明いたします。えーとまあ、最初の,あのプレゼンテーションであの我々3本柱で支援させていただいているとご説明いたしました情報提供、アドバイス支援そして人材育成という形ですで。情報提供の一番メインツールとしてはあそれともう一つですねあのインピットのサービスって基本的には全部無料ですので。 えー、ただほど高いものはないってことはインプットの場合はないと思いますのでぜひご利用くださいあの人材育成のところだけあの少しだけ有料コースがあるんですけどそれ以外はあの各システム、えー、とアドバイス支援全部無料でやっております。 でえー、とこちらはあのーまあ、使われた我々方多いんではないかなと思います。あのぜひ一回使ってみて、えー、いただければなと思います、まあ。使い方としては情報検索なので、当然、権利の確認とか、自分が研究開発する、えーまあ、ブルーオーシャンのエリアを見つけたりとか、まあ、ライバルの状況を調べたりとか、さまざ、あ、まな使い方があると思います、はい、これが一つです。 でただ、即興情報検索ってやっぱり専門家がいるぐらいでなかなかご自分でやるのは難しいのであの各パンフレットやマニュアル類も整備しておりますしこの後紹介します、地代総合支援窓口というところでも検索の仕方をご説明いたしますので併せてご利用いただければと思っております。それからあと情報提供としては新興国関係の情報データバンク。 それから解放特許、これはあのライセンスの準備がありますというような特許のデータベース、それから、えーとまあ、医療の分野なので特に使われるかなと思いますが、いわゆるリサーチツールの特許のデータベースみたいなのを提供しておりますので、えーまあ、ご興味があれば使ってみていただければと思います。ただ、新興国データバンクはどちらかというと、大企業向けの,あの各国の制度とか、 訴訟の状況とかこういう点注意した方がいいですみたいなデータバンクになっているので、えー、とベンチャーの方もですね興味当然外国に出願っていうのは必須だと思います先ほどの特許証さんの方でもそこの補助金作ったのでぜひそれ活用しながら、えー、と外国出願進めていってほしいと思いますけども、えー、と新興国データーバンクなんかももしかしたらご活用いただけるかなと思います。 でえー、とこちらが、えー、とアドバイス支援の我々のメインツールとなっております。えー、と全国にです、ねまあ、47都道府県に、えー、知財総合支援窓口というのを設置しておりまして、えー、とこれはあの権利を取りたいですみたいなところだけじゃなくて、えーと、ビジネスと連携した知財戦略みたいなアドバイスを、えー、にあのち、えー、なるべく注力するというようなことを行っておりまして、なので、弁理士とか弁護士とか、 あと、中小企業診断士とか、ブランドデザイナーみたいな人、あのそういう専門家を使いながら支援させていただいております。で、えっ、ー、と、これ、あまり言うとまた怒られますけど、これ、何度でも使えるう窓口になってまして、何度使ってもただ、あのこれ以上言うとすみません、弁理士会からまた怒られるんで、ちょっとやめておきますけど、まあ、そういうことになっております。あと 当然、知財ってそれだけの支援では意味がなくてそれを具体化するために資金調達だの経営なのという支援も当然必要になってきます。で、さすがにそこまでインピットでやりきるのは厳しいので下に書いてありますさまざまな機関と連携支援をしておりまして例えばよろず支援相談所と支援拠点とか。 商工会議所とか、まあ、農政局みたいなところも連携してますし、えー、と先ほどあの一番右に10人、まうん、左か3000件と支援件数書いてありますけど、1万2000件ぐらいはですねこういう各機関にこうハンドオーバーしながら、あるいは向こうから逆に、えー、とちょっと地代の支援をお願いしますみたいなのもありますが、えー、そういうことをやっていっているという形になっております。あとあの総合支援窓口 ほか、えー、にです、ね、専門窓口もちょっといくつか作っておりまして、あのどちらを使っていただいても、えー、構わないんですけど、営業秘密関係の窓口、海外展開関係の窓口、あと特にこれ、大学、これからスタートアップ作ってみようみたいな方に使っていただきたいんですけど、えー、と産学連携スタートアップ相談窓口、これ、今年度からあの立ち上げましたが、あと関西には関西の窓口がございます。はいえー、と次に先ほど小林先生のお声にもありました、ごめんなさい。これじゃないや 小林先生のご講演にもありました IP ランドスケープの支援事業というのを行っております。でこれまであの IP ランドスケープってどちらかというと大企業が中心に語られていていかに知台のまあ市場分析なども含めて経営判断に使ってもらうかいかに経営者に理解して経営者に届けていくかみたいなところが課題だとされていました。で一方で中小企業ととかかスタートアップとか 目の前にいらっしゃる方がもう経営者ですので、実はその点の問題ってないんです。だから私は実はスタートアップにこそ IPL 支援って聞いていくんじゃないかなというふうに考えております。ただ一方で、どうしてもそのスタートアップですの、ね、で、視力とか人的負担もなかなか IP ランドスケープってやっぱり特許分析、市場分析ってすごい労力かかるので、そこをお手伝いできないかということで、今年度から IP ランドスケープ支援事業というのを開始いたしました。えー、とこちら公募制、えーと とととすみません、えっと、年位何回やったかな、ちょっと度忘れしましたけど、あのそれもあの、えー、バコードの方から見ていただければあ分かると思います。いずれにしてもあの公募制で、えー、中小スタートアッフの方に使っていただくという形となっております。はい、で最後にですねあ、最後というか、えー最後ですかね、と人材育成ということで IP プラットというのを提供しております。えー、とここはですね、ちょっとどちらかというとい、今までプロユース。 あるいは特許庁の情報を正確に発信するみたいなところで作ってきていて、まだ正直、中小企業、ベンチャーの方に見ていただくコンテンツっていいのがないんですけどって言っちゃうと、こ,この担当の部署に怒られちゃいますけど、<laughs> えのですが、そこをこれからどんどん作り込んでいく予定です。まあ、今もあのだいぶそこの作り込み始まってますので、ぜひ見ていただければと思います。 はい、あとすみません、今日ちょっと大学支援ということでえ、一つスライド、肝心のスライドを入れるのを失念してしまったんですけども。 えと先ほどの特許庁さんの方からデザイナー派遣事業というのをご紹介あったと思います。でデザイナー派遣事業がどちらかというと発明発掘とかそういうアーリーステージのところを、えー、担当されているかなと思いますが、えー、とインピットでもあの知財プロデューサー知財アドバイザーという、えー、社をです、ね、大学の中に派遣して大学の中に机を置いていただいて、えーまあ、ある意味常駐型で支援するというプログラムを行っておりまして 今、例えばナショナルといわゆるあの、えっと、国の資金が入っているプロジェクト、例えば、まあ、ムーンショットとかいろいろあると思いますけど、えー、50プロジェクトぐらいにです、ねえー、っと専門家を大学の方に派遣して使っていただいております。えー、ですので、まあ、あのデザイナー、先ほどの時藤さんのデザイナー事業もそうですけども、そういう支援も行っておりますので、あのぜひご利用いただければと思っております。 はいえっと、私の方からは以上です。あありりががととううごござざいいまましした。た。それではですね続いてはパネルディスカッションのセッションに移らさせていただきます。皆様こちら壇上のですねご登壇者の皆様椅子の方にご移動をお願いできますでしょうか。パネルディスカッションからご参加の皆様のご紹介させていただきます。辻丸国際特許事務所代表弁理士の 辻丸光一郎先生またリンクゼ常務理事の曽山が加わりモデレーターを務めさせていただきます。皆様ご準備が整いましたら始めていただければと思います。よろしくお願いいたします。はいじゃあですねこれからパネルディスカッションの方に移ります。 えっとお三方からです、ね、素晴らしいお取り組みいろいろな経営の視点とかです、ね、IP の視点も,もちろんなんですけれども支援の視点等々で,です、ね、あのプレゼンテーションをしていただきましたここまで支援していただけているんだというのは私正直すごい驚いたと。 いうところがあるんですけれども、これからちょっとですね、ディスカッションで、あの皆さんのご関,ご関心がある、あろうかと思うポイント等をですね、深掘りしていきたいと思います。で、このパネルディスカッション、今ご紹介ありましたが、あの私のお隣に座っていただいているですね、辻丸先生にもご参加いただいています。辻丸先生はですね、LinkJ のサポーターをも設立時点からずっとやってくださってますしあの、特にスタートアップさんの IP 戦略の支援とか、実際にその出願、 えー、とうとうサポートしていただいているということでまずですね辻丸先生からあの自己紹介を含めてですねあ自己紹介していただいてさらに、えー、まずは今の皆さんのプレゼンを聞いたところで深掘りのポイントをですねこう投げかけていただこうと思いますよろしくお願いしますあ辻ませんありがとうございますあの辻丸と申しますあのリンク J のサポーターをやってますまああのあと弁理士もやってますけどあと知財のですね経営もやって経営もやっております。 はい、で自己紹介ということですけども時間がそんなにないのであのどうぞリンク上のですねホームページをあのご覧ください載ってますのでそれをご覧いただけたらと思っておりますであの今日はですねあの今日3人の,あの岩谷様、えー、小林様大塚様の方からあの特許庁というですねキーワードというか、まあ、特許庁の方いや小林さんは特許庁じゃないんですけども、まあ、特許庁からいろいろ委託されていろんな事業をされている方からですね まあ、ライフスタイルンと地材ということで主に特許庁の施策ということでですねお話しいただきました。あの見てご覧のように私と須山さんマイクが1本しかないのでここは,あのそは漫才形式でちょっとやらせていただいて <laughs> おご参加方はちゃんと一人一人しっかり発言させていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。であの今日ですね皆様からですねいろんな話聞いてです、ね、思ったのはまず前半部分岩谷様と小林様の部分。 非常にですね、岩のなるお話で、まあ、いかに特許が重要、まあ、知財が重要かっていう話をです、ね、されて、しかもそれはライフサイエンスだろうと。で特にまあ岩谷様とか、まあ、あの小林様の方からもですね、大学発のところの難しさっていうのをですねあの、説明されたと思いますけども。 まあ、まずですね、最初、ここら辺のところを少しお聞きしたいと思ってますけど、まず大学発だからこそ難しい、あるいは企業に本当は大学のこと、こういうとこもっと知っとけよと、企業も大学のこと知らずにパートナリングしようなんて思うと痛い目に遭うぞという、そんなところがもしあればですね、あのぜひお話しいただきたいと思いますまず岩谷様の方からいかがでしょう。はい、ありがとうございます。ちょっとエメドにいた頃の記憶、少し思い出してたんですけど、えー、とやっぱり、 大学って自分で授業はやらないわけですからで特許って何のために取ってるかっていうと授業するために取ってるわけですからそもそもごめんなさい言い方は失礼ですけど本質的に大学でいい特許を取るっていうのは極めて難しいんだと思うんですでおそらくそこが最大の、えー、と原因で大学の特許は使えないって言われちゃうんだと思いますけどただ先ほど小林先生のスライドにもありましたけど「いいド化合物取れました」「これ素晴らしい」でそれで特許を取っちゃうんですね でも実は最適化すると、もうちょっと広がりのある時を取っとかないと、事業じゃ使えませんでしたっていうようなことが往々にして起こる。これが大学で特許を取る難しさだと思います。で、企業サイドに大学のことをもっとしてくれよっていうのは、これもすごい失礼な言い方ですけど、大学はお金ないので、もうちょっと考えてあげればいいのになっていうのが一つと、あとは、あの、日本の企業というと、また怒ら,れ怒られちゃいますけど、今日なんか怒られてばかるかもしれないですあの、ライセンスとかするときに、 これっ海外の企業とライセンスするときは、これ、他の企業を、ごめんなさい、他の企業をやってないと取らないっていう。で海外の大学は、他の企業はやってたら取らないっていう。つまり、その企業側のビヘビアがだいぶ違っていて、そうすると、すごい基礎研究をやってる大学って、当然他の人をやってないことが多いので、でそうすると、日本の企業はあんまり目に向けてくれないみたいな。 なんかそういううういいいいことととちょっと知っっ知ててほししなっていうのががあありました、はい、ありままたございます,あのすみません、私の方でコメントですけども、あのあの岩田様がおっしゃったように、ですね大学はあの企業が望めば特許取れない。簡単な理由を言いますと、企業じゃないから。特許のための実験する人はいないです。そんな予算もありません。皆さんあの、日々研究、新しい事実の発見やですね新しい技術の工夫のためにやってらっしゃる方で。あの 収益を上げるためのあの実験をするたためめのの実験すす人っていないなですよねそこをまずしっかり分かってじゃあ企業としてどう取り組んだ方がいいのかっていうのは、まあおのすご見えてくるのかなというのをですね渡様のお話から思いました。はいありがとうございます。じゃあ続いて小林先生お願いします。 あ,ありがとうございますあのまさにその大学特許の問題一般論としてですねやはりあの大学の特許使えないみたいなことをおっしゃる方がいらっしゃるわけですねでそれは先ほどやはりあの岩谷さんがおっしゃったところに起因するものかなと思ってますけど企業側がその大学と付き合うっていうのはでもそれを前提にしながらやるべきだというように考えてましてだから企業側がそこの大学に足りない部分をどうやってカバーしてそれからの戦略で埋めていくかっていうところがですね 非常にに重要ななっっててくるかなと思っていますそれから私の会社ではないんですけれどもあのもう一個の方書きとして大阪大学の方のオープンイノベーション機構というです、ね、文部科学省の方のプロジェクトの方で私の方特任教授させていただいておりまして曽山さんも東北大の方で同じくオープンイノベーション機構に関わっておるんですけれども。 従来の山岳連携というようなことを申しますと、どうしても特定の先生であったりですとか、特定の研究室と企業の1対1でのやり取りというような意味合いが強いんですけれども、オープンイノベーション機構として考えているのはです、ね、もう少し例えばその大学対企業というような形で、組織対組織の大型の連携ができるようなことをです、ね、想定しています。 つまり大学にはいろんなシーズンがあって。 例えば、先ほどのデジタルヘルスなんていう領域においては医学部の先生にも協力いただけるし情報工学の先生にも協力いただけるしデバイス作るなら機械電気工学の先生にも協力いただけるしという形でですねオール大阪大学というような形でですね、えー、まあ企業と一緒に組んでいけるそういった形の産学連携とかもあろうかと思っておりまして、えー、今までの,その従来の産学連携とどんどんまあ形が変わってきているのかなと。 と思っていますし、企業側での基礎研究の力といいますか、避けるリソースがどんどん限られてきている、また新しいイノベーションが生まれにくくなっている中でですね、大学のリソースっていうのはますます重視されるべきですし、そこに対してですね、企業側にもぜひサポートいただけるといいのかなと考えております。はい、ありがとうございます。ああ、わかります。ありがとうございます。でじゃあ次逆にですね、そう大学こそねここら辺のことちょっと気をつけるよとか。 あるいはベンチャーの経営者だったらそれぐらい分かってるよというのをたった私もよく経験しますけどあるかと思いますけどもそこら辺についてまず岩谷様の方からいかがでしょうか、はい、これもあの、えー、と過去の,あの、えー、経験からちょっと思い出してましたけどやっぱりごめんなさい大学ってお金ないのですぐお金にしようとするのが一つでだから企業もこういう条件じゃないとあのお金払えませんというのは当然あって。 である程度、そこはビジネスなのでライセンス費一括でくださいとかなかなかそういうのはできないんですよね。えーとまあ、今、新株予約権とかだいぶ使えるようになってきてますし状況は変わってはいますけどもやっぱりそれはあのビジネスとしてお互い納得ができるようなあところが必要というのが一つとあともう一個はこれも失礼なんですけど大学はあの契約がすごいこうなんだろうなリジットであのひな型じゃないとだめですみたいな。 いやこれこの,あの薬だったらこのひの肌じゃだめなんじゃないですかっていうのも無理やりそれに落とし込んでくるっていうだから契約のスキルを上げるっていうのは難しいかもしれませんけど契約って結局お互いのコミュニケーションを合意に落としていくだけなのでいかにコミュニケーションを取って合意を取っていくかっていうプロセスさえきちんとやればいいんじゃないかなと思ってますまあその2点ですかねまあおしなんかもう本当おっしゃる通りという形ですぐ金にしようとするというところだと思、はいます。<laughs> 契約雛形の変更は認めないっていうのは私も南部も経験していますけど、須永さんなんかそこら辺のいやあのー。 2週間ぐらい前にですね、私あの、スタンフォード大学にちょっとあ遊びにじゃなくて仕事にしに行ったんですけれども、<laughs> あのその時にいろいろいろな先生にお会いしてお伺いしたら、やっぱりあのスタンフォード大学の場合は TLO の組織がものすごく強くてですねあの、先ほどの小林先生のお話にあった学内のいろんなそういうテクノロジーとか特許も含めて、すごく把握してるし、えー、それをリ,リスト化もされてるで、いくらでも見せられる。 とただ、見せる瞬間からもうお金を取るぐらいビジネスライクにやっていてそれによって学内に結構お金が入るような仕組みがあると、その代わり、あのすごく、えー、大学の中のそういうテクノロジーとか IP に関してナビゲーション機能としてはものすごい手厚いハイレベルなサービスを提供しているみたいなところがあってですねなんかそういうなんか循環が日本の大学って逆になっちゃってんじゃないかなみたいなところはすごく感じますね。 あの、まあ、私からの、あの、まあ、コメントですけど、まあ、経験もですね、あの、大学ベンチャー作るんだったら、先生のベンチャーから、あの、ライセンス料いただきますというところ多いですよね。<laughs> 本当に、それやったら、全然ベンチャーできないよっていう感じのことがよくあります。はい、ありがとうございます。あと、小林様の方から、そこら辺いかがでしょうか。あの、大学、あれ、ベンチャー企業、それくらい知とけようみたいな。<laughs> <laughs> ありがとうございますあの先ほどあの大塚さんの方でもですねあの少しお話しいただきましたけども仮にライフサイエンスのスタートアップであっても知財に関する意識っていうのは実はそれほど高くない、えーまあ、関心があったとしても多分経営戦略事業戦略として 考えられていない大事だっていうのは分かっているんだけれども具体的にどういうアクションを取っていいか分かんないっていうところが多いかと思いますで、えー、じゃあ,あのライフサイエンス系でそれなんですから他の産業で言えばなおさらっていうところもあってですねスタートアップの経営者側っていうのもより自分たちの強みである知財これはまあ特許っていう意味ではなくですねやはり知財としてしっかりと強みを把握しておくべきですしそれを活用していかないと 結果ビジネスもうまくいかなくなってしまうリスクが強いのかなと思っていますあとは大学との契約に関しては僕も全くのお二人と同感でしてまああたかも保険の約貫化のようにですねあの契約書が提示されるわけですね でこれもちろん大学様によってもあのスタンスって多少は違ってくるかなとは思うんですけれどもあの例えばさっきのスタンフォードはあの全てあの学内のテクノロジーをリストアップされていてよく把握されているでも日本の大学の場合あのそれすらって言ったら変ですけどそれがでまずできてないっていうところが多いですと学内にどんな知財があるのかっていうのは分かっていない各研究室の先生方がどういう企業と付き合いがあるのかであったりですとかっていうのも分かっていない っていい。な実際そういう状況なんですね一方でそこと柔軟に付き合おうとした時にやっぱり今の契約の問題とかにぶち当たってですねなかなかこう進まないっていうようなこともあるのでそういったま今の困難性を理解しながらスタートアップ側も大学側も進めていく必要があるのかなと思っていますまたお金の面に関しても20年前で言ったらですね大学と企業との共同出願とかも まあ大抵お金切半だった切半が多かったんですね。でも今大学がお金出しません。企業側が全部あの。 出願コストを持ってくださいでも権利は共有にさせてくださいみたいな形でですね変わってきたとでもこれ今は僕は悪い意味で変わっちゃったと思ってるんですがそれもまた今後変わってくる可能性があると思うんですねで曽山さんおっしゃるようにまた釣り丸先生おっしゃるように少し逆回転してしまっている悪い方に回ってしまっている部分があるので何かいい方にそのベクトルを変えていけるといいのかなというのは思っていますありがとうございます。 あの今、小平先生の,です、ね、あのプレゼンにもらいましたようにあの、知財を重視した経営っていうのは、実は国策であることなんですけれども、実はあの上場企業のコーポレートガバナンス行動が改定されて、知財開示義務っていうのは去年からです、ね、もう義務化されてるっていうこと、皆さん、会場の皆さんで結構ですけ、ね、ご存じの方いらっしゃいますか、知ってるよって、これ国策なんですね。上場企業ルルール化されちゃったんです あの財務情報じゃなくて非財務情報である知財情報をしっかり開示してそれをそれが企業系にどう生かされているかっていうそれをしっかり開示しなさいっていうことを言ってるんですけど多分ですねまあ大企業でもですねまあそこをきちんと認識しているところが少ないということに鑑みてみればベンチャーはもっと少ないのかなと思 <laughs> <laughs> そこら辺はいかがでしょうか小林先生。ごめんなさい おっしゃる通りです去年の6月に改定されて今年の,あの統合報告書であったりですとかにですね一部の意識が高い企業様は積極的に取り組んでステークホルダーに対する開示っていうのを進められているんですけれどもそれでもなんかそもそもの趣旨にのっとった開示だったりですとか取り組みっていうのはあの大企業においても十分ではないですしそれがスタートアップであったりですとかというあのに目を向ければですねなおさらやっぱり経営者に の知財意識っていうのが、えー、十分ではないといいいとととううのがが現状だと思まますすありがとうございますではですね次にあの特許庁がスタートアップ支援ってこれ結構ですね皆さん知らなかった方が多いと思うんですよねで本当はそこに本当はもっとフォーカスをてた方がいいと思うんですど今日はまあ俯瞰ということで全体の話をしましたけどもあの後半ですね大塚様の方からそれの一部の触りをですねあの紹介していただきました IP ベースと IP あ iPass と IP ベースですねそれを そのほかいろいろですね、あの知財支援の、費用的な支援も含めされました。で、この質問はですね、前回、東京都の沖田様がいらっしゃったよしたんですけども、iPass で60社支援しましたとで、エグゼットが2件です。この数字はいいんですか、悪いんですかそうですね、結構難しいところかなと思いますね。実際に確かに、確か おっしゃる通り、この数字は多いのか、それとも成果としてどうなのか？っていうところは、我々としても正直なとこ。まだ判断がついていないというのが現状でございます。ただですね。やはり着実にその成果というのはかなり。あの急激にあの結構ですね。あの。 大幅に結構出てきてるかなと特に、まあ、特許の出願された件数などではですね伸び率もいいかなというところですのであのこれからも特に今年とかは iPass の方が支援企業数もあの少し増やしたりとかもしておりますのでこれからもちょっと、はい、少しずつですが事業あの進めていきたいなと思っておりますすす、はい、私のの、ね、感想は多いですもうすごいででご合合格格点以上の合格です。<laughs> でパーセンテージで言うと3.33%ですよね。あのパーセンテージ、あのエグジット率。普通、大体100社に1社って言うんですよね、エグジットできるのは。それから比べたら断然多いんですよ。だからもし、例えば某何とか省が、あのなんが財務をやってるところが、ちょっとお金の無駄遣いじゃないかって言ったら全然違います。これ、すごくいい数字なんですよ。言ってあげないと あの少なくともやっぱインクジェ産業革新機構よりもいい数字だと思いますのでああすただ省庁です、ね、あの支援事業のエグジットリストと比べてちゃんとうちすごいんですよって言ってあげたほうがいいんですよ。根拠を持ってですね、はい、ちゃんとあります大丈夫ですともっとやりますって言えばいいと思いますだから非常に都のですの、ね、スタートアップ支援というのは当初からあの効果を上げているんだと私は思っています。 i p a パ s IP IP と IP ベースについては、これまた別のシリーズで深掘りをしていただけるんですよね。はい、あそうですね、はい、第4回のところではい。わ、はい、かりました、ありがとうございます。で、私は少し興味あるのは、はい、先ほどから大学は金ないよって言いましたけれども、実はそのない大学にお金出してくれるんですよね、研究費、あ<あ>研究段階で特許出願費用の。そうです外国出願の方もはほ、いはい、そこもうちょっと詳しく。いはい そうですね、ただこちらの方もですね、すみません、あの、第3回の方にちょっと。ということなんで、すみません、ちょっと。第3回で必要材をですね、ご説明ということなので、楽しみにしてだい。ただし、それじゃもう間に合わないと。今すぐお金が必要だっていう方は、個別に特許庁に。あ、そうですね、はい。お問い合わせいただけたら大丈夫です。はい。わかりました。その他、蘇谷さんの方から、この支援はいや、あの、 さっきね、ちらっと申し上げたんですが、ここまでこう手厚くサポート、特、え、許、ー、庁、インピッつさんがされてるってもうびっくりしました。で、一方で、辻村先生おっしゃったように、あまり知られてないというのは、なんでなのかなと、もったいないなってすごい感じるんですその辺ってなんか、あのここがも壁なんだよねみたいなのってあったら教えていただけないですか。えっと、私どものところはかなり明確で、名前ですね。 工業所有権情報研修官って何ぞやそれっていうそもそも工業所有権ですからねそんな古いワードを使った人いないですよねで情報研修官ですから支援って全然入ってないんですよえっ、ー、とそれを変えるだけで随分変わるかなっていうの一つとあとはまあ真摯にちょっと我々の PR 不足というのもあって、えー、そういう発 靴作業あのいろんな支援機関もあるしあの、中小企業もあったりして、発掘はどんどん仕掛けて,いってはいるんですけど、やっぱちょっとそこがまだ手薄なのは事実だと思います。ありがとうございます。すごいことなさってるんで、ぜひその辺はリンクでのネットワークを使って、どんどん広めていただければなと思うんですが、あと、さっきの小林先生の話で、ね、経営の視点ってあったじゃないですか、でコーポレートガバナンスのお話もあって、やっぱりこの IP がこんだけ大事だって。 いう重要性をもっと経営トップ層がより理解することが必要なのかなというのを今日のお話聞いててすごく思うんですけれどもそのあたりってどうですかでそれでもしそうだとしたらどうやったらいいのかっていうような。<laughs> なかなか難しい大きなお題ですけれども例えば日本の産業を見た時にやっぱり製造業がつ歴史的に製造業が強いと思うんですよねじゃあその製造業の今マネジメントの方々がどれぐらい知財に関してかあの関心持たれているかっていうとやっぱりあの実際十分ではないっていうのが正直なところです。でですね、例えばその、 5大 CXO というのがあって CEO はじめですね CFO ですとかってその5つの重要なポジションに対して CTO、えー、技術のトップとそれから CIPO 知財側のトップって残念ながらこの5個に。 数えられてなかったりすするんですねなぜに製造業においてそれだけ重要な、えー、技術側もしくは知財側のところがそこまで、えーまあ、重視されていないのかっていうところの根本的な原因っていうのは分からないですけれどもやっぱり目先あのどうしても企業経営という視点ですとどうしても単年度今年の売上利益だったり来年の予算を達成するというようなところの数字上の,あの会計上の見栄えといいますかの部分が あの重視されすぎていてい、ねえー、そこがあ、まあ、研究開発とか知財をコストと逆に見てしまって少し絞られているような 気がしますとそれに対して今ちょうどあのサステナビリティだったりですとかという文脈でですね世の中全体が少し中長期の目線でっていうようなことになってきているのでそれはあの逆に逆にと言いますかそれと合わせる形で研究開発だったり知財のその中長期の視点っていうのがまさに企業のサステナビリティにつながっていくのかなという気がしていてですねこれからより、まあ、あの多分マネジメントの方々の意識も変わってくるのかなとは思っています。 あのせっかくですので質問が来てますのであのよろしいですかあの支援についての質問ということでこれはあのインプットに対しての質問です知財相談に、えー、活用中小企業の定義が決まっておりますでしょうかまた IP ランドスケープに関して比較的大きな規模の企業が活用できる通話ございますでしょうかとえとですね定義ないです <laughs> あの私中小企業ですって言ってもらえれば結構です。 あと IP ランド、いやそれはあのトヨタとか来たら、さすがにそれはうわあれ分かりますけどねあの、あと IP ランドスケープの方は、これもあの定義ないので、ぜひご活用いただきたいんですけど、ただちょっと申し訳ないあの、えーと、公募制審査を通しますので、まあ、今ちょっと第2回ぐらいまでやってるところで、そうですね、3分の2ぐらいの,あの申請には対応させていただいてるんですけど。 というま,あ、ぶまり的な IP ランドスケープに関してはです、ね、ツールについてということでどんなツールたぶ IP ランドスケープに関して比較的大きな規模の企業が活用できるツールはございましたでしょうかいうことで、はあ、?IP ランドスケープをするためのツールですかね。ねああ、そういう意味ではです、ね、比較的大きな企業。うん、ああ、なるほど。えーとですね、実はあの IP ランドスケープ支援事業を通じてですね、ちょっと答え。 あのすれ違っちゃうんですけど中小企業の方でも使いやすいツールってどういうのだろうってつまり高いのは使えない高ければ高いほど機能いいのは当然なんですけどそんな100万円かけて中小企業やれますかって言われたらやらないわけでそれを少しあのこの事業を通じて、えー、調べていくっていうのも同時にやっておりますでごめんなさいちょっと回答は、えー、この瞬間はちょっとどのツールがっていうのは正直ちょっとわからないところです 名前あげちゃうと、そのツールの宣伝を私をするわけにも多少。はい。わかりました。どうもありがとうございました。えっと、時間の方はですね、結構もうそろそろ押してきましたので、えー、最後にですね、あの、今日登壇された方、を一方ずつにですね、あの、まあ、あの、またおしおしこと、あの、男、お言葉をですね、ちょっと頂戴して、いた、したいと思います。よろしくお願いします。まだお疲れ様の方からどうぞお願いします。 このような貴重な機会で講演させていただきありがとうございます。特許庁ので,ですは、ね、先ほどご紹介させていただいたような、そのスタートアップに対しての知財専門家派遣、またベンチャーキャピタルに対しての知財専門家派遣を実施しまして、また IP ベースの方でも定期的にイベントや勉強会を開催させていただいて、スタートアップの方々に知財について考えていただくきっかけを作って、ま、いあの行ってまいりますので、これからもご興味ある方はぜひご覧ください。どうぞよろししくお願いいたします はい、ありがとうございました。じゃあ続いてですね、小林さん、お願いします。 はい、いありがとうございます、えー、まずですね、えー、皆さんにあの覚えていってほしいのはやはりこう知財ってすごく身近なものなんだというように捉えてくださいもちろんこう難しいなとかですね具体的にどうしたらいいのかって悩まれることはたくさんあるかと思いますけれども実は本当にあの数ある省庁観光庁の中でですね特許庁さんそれからインピットさんのご支援って本当に他に類を見ないほど親切でですね手厚いサポートをしてくださっているのでそういったところの サービスまあ支援もですね活用していただきながら、えー、知財に関してより自分ごととして考えていただくことが望ましいのかなと思っていますまた、えー、じゃ特取ればいいよねって言って専門家の弁理士の先生に任せてですね任せる任せてそれっきりっていうケースも結構あるんですね、えー、そうじゃなくて専門家の先生にアドバイスいただきながらうまく共同して自分ごととして自分の会社の戦略資産として知財を活用いただければというように。 考えております。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ続いて岩谷さんお願いします。はい、あの今日はあお声掛けいただいて光栄でございます。ありがとうございました。えっ、ー、とぜひインピットっていうのをそこれだけ覚えて帰っていただければ <laughs> あ結構ですので、あとあの少しちょっとあの奥細いことを言いますけど、あの私はあまり特許特許その人間ですけどもともと特許っていらない特許は取る必要ないんだです。ただこの分野スタートアップの方は特許絶対必要ですので。 でそれがないと今日ちょっと紹介させていただきましたが患者さんにせっかく持っている医療が届かないっていう結果に終わりますんでぜひですねこの分野特許絶対必要なんだ患者さんのために必要なんだっていう、えー、ぐらいの気持ちが必要かなと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃああの辻丸先生お願いします。あどうも先生あの三年の登壇者の方どうも今日はご講演ありがとうございました。で今日はですね全体を俯瞰するということでですね全体論プラスあとですねあの特許というの インピットのです、ね、支援事業のです、ね、触りの部分をあのお話しさせていただきたいだと思いますで。今回のシリーズ、あ今回はです、ね、4回シリーズですね。あと3回。あと3回の中で深掘りをいたしますので、ぜひです、ねあのー、またご視聴、ご参加いただけたらなと思います。ただ、先ほど言いましたように間に合わないと、今すぐという方はすぐインピットと特許庁にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい、では最後また はい、皆さんありがとうございました。あのいかがでしたか。あの今お話にあったように、今日が全体俯瞰編で、で、えー、次回が実践編、そして、えー、3回目、4回目はですね、ブースト編ということで、よりそれを早く。 加速していくということで、産官学連携によるブーストとか、あとはスタートアップ支援によるブースト、こういった深掘りをしていきますのでですね、ぜひですね、皆さんあの、またご参加いただければと思います。であの、今回ですね、この知財シリーズを始めたのはですね、実はリンク J が制作キーパーソンとカタローシリーズというのをやっております。その中でですね、特許庁の大きた知財活用企画調整官。 えですね、当時のにご登壇をいただいてすごいなと思ってですねやはりこのライフサイエンスの分野は、えー、まあいろんなあの領域の中でも特に知財のインパクトそれから薬事保険 規制のところがありますから、非常に大きいということでですね、沖田さんにお願いしに行ったら、沖田さん変わっちゃうということで、ご公認のです、ね、岡さんにですね、今日も会場に来ていただいているんですけれども、あのご相談して、じゃあやりましょうということで、あの今回、この4回のシリーズを、えー、やることに至っているということでですね、本当にありがとうございます。あの沖田さんのチームにはですね、あの先ほどあのご登壇いただいたようにですね、スタートアップ支援班というスタートアップを支援する班、それから大学との の連携ですすよね支援、えー、こちらの等ございますあの皆さんぜひですねあの手厚く、えー、こうやってサポートしてくれてるんでですねあのこれから一緒にコラボレーションとかご相談、えー、なさられたらいいかなと思ってます。 でこれはまだですね、実は固まってないお話ではあるんですが、実は薬事と保険もすごく大事ということで、今、厚労省さんともお話をして、薬事シリーズ、保険シリーズやろうよということで、そのうちやれるんじゃないかなと思ってますんで、こちらもです、ね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。あの今日はですね、こういう特許の知財の話って詳しいし、専門性があるということで、あの参加者の数と他のあのテーマに比べるとちょっと少なめになる というお話が聞いてたんですけれども、あの事前参加の登録の数で500人ぐらいの方が参画登録をいただいておりまして、あの実際今ご視聴いただいております。えー、そしてこの雨の中ですね、えー、今日はヒヤヒヤしてどなたもいらっしゃらないんじゃないかなと思ったら、こんなに大勢の方に会場でご参加いただいております。本当にありがとうございます。えー、そして改めまして、今日ご登壇いただいた皆様、えー、本当にありがとうございました。あのー、今後また続けていきますので、何卒よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。 はい皆様さまにありがとうございました。こちらですね、特にオンラインの方はウェビナー終了になりますけれども、えー、先ほどですね、今後のイベントについてのご案内があったかと思います。あのリンクチェーンのメルマガですね、ご登録いただけますと、あの、遅待なくあの今後のイベントをご案内しますので、ぜひですね、あの便利な情報を届きますので、ご登録お願いできればと思います。それでは あの、改めまして、本日のイベント、こちらで終了とさせていただきます。改めまして、ご登壇者の皆様に拍手を最後お願いいたします。ありがとうございました。はい